センサーが。近づけないとは物々しいセキュリティのことだったのです。続いて家の中へ。案内されたのはリビングルーム。ここにもすごいセキュリティがあるんでしょうか。ここで、ね、実は外の映像が全部見れるようになってるんですよ。え、外の映像ここでですか。ええ、ついてましたよね、あと入り口の、はいはいはい、カメラね。ちょっと見せてくださいよ。あれ、あ、本当だ。あ、さっきの僕らがさっき入ってきたのとかも録画されてるの。全部残ってます。見せてもらえないですか。このままで、ね、さあどんな風に映っているんでしょうか。おー、来た来ました。怪しいですねこれ。確かに家の前でちょろちょろやって。これさらに外出中でも家の中がチェックできるインターネット監視カメラ。当然のごとく窓にもセンサーがありますが、実はこれ家中すべての窓についており、その数合計で26個。梅崎さんって一体何者なんでしょうか。その秘密は玄関先のこちらの装置。皆さん見たことありませんか。これ、あの、まあ、私と企業と一緒に開発した指紋証装置でして。え、指紋認証。そうです。なんと梅崎さんは指紋照合装置の特許を持つ開発者だったのです。梅崎さんは国立名古屋工業大学大学院の教授で、セキュリティ技術の研究開発を行っているその分野の専門家なんです。その指紋照合のシステムを詳しく教えてもらうため、梅崎教授の研究室を訪ねました。どうも先生、お願いします。これ実際試したりとかもできるんですか。どうぞ。この機械が指紋を読み取る部分、認識してるところはどの部分が認識してるんですか。この部分でですね、スライドさせてちょっとやって。この細い部分だけですか。そうです。これが中村さんの。僕のですか。指紋です。ここで実際に中村の右手人差し指の指紋を登録して、その精度を確認してみることに。でこれで本人しか入れないコンピューターとして設定されて。でちょっと試しに僕左手の指でやってみていいですか。どうぞ。はあ、ダメですね。登録していない指では認識されません。続いて登録した右手の指だと。お、間違いないんですね。正確に中村の指と認識しました。ちょっとどういうシステムで指紋認証できるのかちょっと教えていただきたいです。皆さん、ステレオを聞くときね、はい、低周波から高周波までこう棒グラフみたいなイコライザーってありますね。見たことありますね、はいはい、あれ、あの原理を使おうと。わかりやすく言うと、指紋というのは2次元の画像なんですけども、これ1本ピッて引くと、はい、この時の断面図ってこういうですね、音声みたいな感じなんですよ。この山みたいになってるんですか。そうです。梅崎教授は指紋の断面のたった1本の波形だけで個人の特徴を認識できる技術を開発したのです。小型化できる、あと高速化できる、あとメモリーの量がとにかく少なくて済むと、うん。この梅崎教授の指紋照合装置は誰もが知っている警備会社なども採用。最近では大手メーカーのコンピューターや携帯電話にも使われています。アメリカ、ドイツ、日本で特許も取得しているなど、梅崎教授本当にすごい人だったんです。さらに現在開発中の研究も見せていただきました。それがこのノンストップ型ナンバープレート認識装置。パトカーの前と後ろにカメラがついてて、車が入ってきます、うん、パッとロックオンしてるんですね。ここにナンバープレートがあると。あるぞと、はい、ええ、ナンバープレートが画面に入った瞬間、番号を認識。もう一度違う車で見てみましょう。画面に入ってきた車のナンバーを捉え認識。その間わずか 0.3 秒。偶然じゃ犯人を見つけるとか可能性、盗難車を見つけることができる機械ですか。まあ、そういうシステムを作ろうと。指紋照合以外にも50個の特許出願、10個以上の特許を持つ教授はそれらを管理する会社も設立。ということは特許料などが相当入ってくると思われますが。いや先生、これはもうね、こっちのね、これね、ちょっと石田、キツネは稼がない。キツネ出ました。研究費に使ってるんで、ほとんどもう借金だらけですよ。は
だけ儲けても全部研究費でいっちゃ う。ちなみに先生のガレージにはローンで買ったというポルシェが、自宅もローンだそうです。それにしても専門家とはいえ、家の物々しい装備はちょっと多すぎじゃありません？実際にこう体験したこともないものに対してね、うん、あまり議論するのはしたくないということで、自分でやっぱり使ってみてどこが欠点なのか、どこがいいのか、改良すべき点がないかとか、まあ、そういったのをこう実際こう調査してるという。奥様の泉さんにもお話を伺ってみます。安心だけど、うん、やっぱ不便はないですか？セキュリティをかけてしまって、あとちょっとベランダに洗濯物が残ってたので、うんうん、急いで開けてですね、あのブーッとなることがよくありました。中から出てもなっちゃうんですね。そうですね、開けるとなってしまうので、うん、一番引っかかるのは誰ですか？やっぱ奥さんですか？先生開発しといて急にピーッとなったのはどうしたかなって、お父さんが外に出てました。赤外線当たっちゃったんですか？梅崎教授が今力を注いでいる最強のセキュリティ、それがこの防犯用監視追跡ロボットアスカ。愛知県の愛知900に出品された時は、子供たちと遊べるようにその機能を改良し人気を集めました。しかし、もともとアスカは防犯用の監視追跡ロボットとして製作。頭部には360度見渡せるカメラを搭載。あれでも僕が泥棒だったらえいって倒しちゃうんですけど。それまでの映像が全部ネットワークで転送されてます。うわ、撮ってるんですかこれ。そうです。このネットワークカメラで捉えた映像は無線で転送、すべてが記録されています。そして特定の色や動くものなどに即座に反応、機敏な動きで相手を必要なまでに追跡するんです。完全に追い詰められたじゃない。もう逃げれませんこれ。それではここで問題。まだ市販されていませんが、この監視用ロボットアスカの1体の製作費はおいくらでしょうか？ポイントは材料費のみで、開発費や人件費は含みません。カメラ2台と10個以上のセンサー、身長は1メートルで重さは90キロあります。計画から完成まで5年かかり、現在5体が製作されています。以上を参考にお答えください。これは恥ずかしいな。はい、それでは皆さんの答えでしょう、どうぞ。はい、このようになりました。はい、宮田さん200万円。はい、そうね、ピタッという感じだな。うーん、カーリー清水さん120万円。私たちはもっと80じゃないかっておっしゃって、もうちょっと安いかなと思ったんですけど、でもまあね、5台ということでね、うん、はい、はい、さあそれでは皆さん、はい、来てますよ、来てますよ。それでは正解でしょう、チェックザバリュー。ジャンプラン騒動、この後決着。飲めば心に火が昇る、チリワインサンライズ。はあ、ボンルーシュ、うん、ウィーボンルーシュ。健やかワインはポリフェノール2倍。やだ、長生きしちゃうね、ボンルージュ飲まれちゃった。メオシャン。眠れる森の美女も思わず目覚める香り。イエスイエスイエス。ハーバルエッセンス、快感ときめき体験。こちらシトラスはリフレッシュ体験。